部が福岡を中心に九州の魅力を発信するナッセチャンネル。福岡、熊本、北九州のグルメを取材して30年、ナッセ編集部が自信を持って提案できるお店を厳選して動画でお伝えしていきます。今はいろんな情報がネットで簡単に手に入りますよね。でもこんなところにこんなお店がという情報はなかなかネットでは見つからないもの。特に子供と一緒に出かけられるスポットはどうしても限られてしまいます。今回はそんな家族で楽しめる穴場のお店をナッセ編集部が取材します。というわけでやってきたのはこちら、ボートレース若松。866台も収容できる無料駐車場に車を止めて、早速中へ入ってみたいと思います。入場料100円を払って歩いていくと、巨大なディスプレイがあるイベントホールに出ます。その横を通ってまっすぐ進んだところにあるのが、今回取材するイタリアンカフェリエト B&W。 緑に囲まれたオープンスペースに足を踏み入れると、そこは開放感あふれる癒しの空間。目の前にはボートレースが行われる大きなプールと青い空が広がっています。オーダーはカウンターで。今回は一番おすすめの自家製トマトソースのマルゲリータを注文し、呼び出しベルが鳴ったらカウンターで料理を受け取ります。焼きたて熱々のピッツァってなんでこんなに美味しそうなんでしょう。焼けたチーズの香ばしい香りがたまりません。早速いただきます。うわー、美味しい。ほんのり甘い生地は表面がサクサク、中はふっくらもちもち。モッツァレラチーズとトマトソースの風味が口いっぱいに広がります。トマトの赤、モッツァレラの白、バジルの緑、まさにイタリア国旗の色合いを再現したこのピッツァを、マルゲリータ王妃が大変気に入ったことから、マルゲリータという名前が付けられたそうです。明るい日差しの中で食べるマルゲリータはまた格別ですね。ボートレース場でこんなに本格的なピッツァが食べられるなんて思わなかったと、お客様はもちろん職員の方たちもよくテイクアウトするほどの人気のピッツァ。その秘密を探りに厨房に入った途端、謎が解けました。そこにあったのはなんと本格ピザ窯。一枚一枚丁寧に焼くからあんなに美味しいんですね。さらに B&W では使用する食材すべてにこだわり、中でも一番研究を重ねたのが生地。カナダ産の最高級の小麦を使用し、一晩発酵させた生地を丁寧に伸ばしていきます。自家製トマトソースにモッツァレラチーズとバジルを乗せたら手際よく構え、400度以上の高温で焼き上げ、途中焼き加減を確認しながらまんべんなく火を通します。あっという間にマルゲリータが焼き上がりました。出来たてが一番美味しいんですが、 B&W のピッツァは生地にこだわっているため、冷めても美味しいと評判。温める際はレンジでなくオーブンかフライパンで焼くのがおすすめです。B&W では7種類のピッツァを作っています。せっかくなので私も大好きなクワトロフォルマッジョも作っていただきました。モッツァレラチーズ、ゴーダチーズ、ゴルゴンゾーラチーズ、そしてパルメザンチーズの4種類のチーズを乗せ、仕上げにオリーブオイルとカナダ産蜂蜜をかけます。たっぷりのチーズに甘い蜂蜜の絶妙なハーモニーがたまりません。おやつにもお酒のお供にもおすすめです。またピザ以外にも自家製ドリアやサイドメニュー、カフェメニューが充実。私がおすすめなのはイタリアのサンドイッチ、パニーニです。ハムやチーズ、レタスなどの具材を挟み、パンに焼き目をつけます。4種類のパニーニがありますが、今回はエビマヨをチョイスしました。小麦の味がしっかり感じられるパンにプリプリのエビマヨが合う。ちょっと小腹が空いたなんて時にぴったりです。
さらに B&W では全てのメニューがテイクアウト OK。 家でこんなに美味しい本格ピッツァが食べられるなんて嬉しいですね。私も北海道ポテトとベーコンピッツァをテイクアウトしました。ベースには照り焼きソースを使用。お子様からご年配の方まで大人気で、このピッツァを食べるためだけに遠方から来られる方もいらっしゃるそう。500円ごとにスタンプがもらえるスタンプカードも大好評。10ポイント貯まったらピザ無料券などが当たる大人のガチャガチャにチャレンジできますよ。ぜひポイントを貯めて運試ししてみてくださいね。遊び心満載の B&W では、子どもが楽しめるメニューやアイテム、スペースも充実。キッズセットはナゲットとフライドポテト、ドリンクがついて小学生まで500円。しかもガチャガチャメダルがもらえるとあって大人気です。ガチャガチャの中身はお楽しみ。絵本なども無料で貸し出ししています。広くて開放的な空間なので子どもたちものびのび過ごせますね。実はここボートレース若松には子どもたちが遊べるスペース、ワカワクランドがあるんです。生後6ヶ月から小学3年生まで無料で利用できます。ベビーエリア、ディスカバリーエリア、アクティブエリアと年齢の違う子どもでも安心して遊べる工夫がいっぱい。天気を気にせず思いっきり楽しめるのもいいですね。本格ボルダリングを体験できる施設レッドロックも取材しました。4歳から小学6年生の子どもが対象で、初めてでもスタッフが優しく指導してくれるから安心。同じ色のホールドを使って早くゴールまで登れるかにチャレンジ。時間を忘れて夢中になれると大人気です。ボートレースを観戦しながら本格釜焼きピッツァが楽しめる B&W。 友人同士やカップルでの利用はもちろん、小さな子供がいるご家族も気兼ねなく過ごせるスポットです。ボートレースを観戦しなくてもワカワクランドやレッドロックで思いっきり遊んで、お腹が空いたら B&W でランチやカフェというプランも全然 OK。 ボートレース場という枠を超えた新しいレジャースポットとして気軽に利用していただきたいですね。